はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。石井和夫や蓮舫や岡田克也が今からでも遅くない国葬を植えめろ、まだ言ってるの、しつこいな。日本人ならですね、たとえ村八部にしていても火事と葬式の2部は手伝うもんなのに、こいつらと来たら本当呆れちゃいますけれども、世界中からですね700人以上も要人が来るっつのに、今さらやめられるかっつのです。米国からはカマラ副大統領、タイ人の名前ですね、タイ通商部代表、ハガティ上院議員、ケネディ中央大使、この人はあれですかね、ケネディ一族の前駐日大使だったケネディさんですかね。お綺麗な女性、マレン元統合参謀本部議長、アーミテージ元国務長官など12名で来日予定と発表されておりました。ネットなんです、アーミテージまた生きてたか、ショーザフラックとか懐かしいな。総理は元首じゃないから大統領は来れない。左翼と五毛の発狂が心地いいという、なんか暴れてんだね、気に入らなくて。この板で左翼と五毛が暴れてる様子ね、見てないけど、悔しくってか、悔しくって暴れてんのかな。その他217カ国から要人700名以上が来日を表明してるのに、今更やめたら大恥ですよね。石井和夫と蓮舫と岡田克也と、まあね、東京新聞とか朝日新聞なんかも言ってますけれども、和夫と蓮舫はそれ狙いなのかな、日本国が恥かくのを狙ってんのかな。お前らもですね、国会議員なんだから一緒に恥かくんだぞっていう話なんですけれども、まあそんなこともわからないから支持率右肩下がりなんだろうな。特に共産党はずっとずっとですね、開業初期メンバーでやってねえかという話、開業初期メンバー、まあまあ70代が開業初期メンバーですよ。左翼は甘えじゃなくてですね、知的障害なのかなって最近思えてきまして、私が豊島区議会で共産党議員ぶちのめしたのはですね、知的障害者差別だったかなって最近思っております。中日新聞社とその子会社の東京新聞社、国葬欠席を表明。ネットの反応です。呼ばれてたんかい、わざわざ言わんでよろしい、不参加どころか取材もやめれば、そもそも来なくていい、国賊不参加でむしろ嬉しい、お前らに来てほしいと思う人は皆無。東京新聞労働組合、気持ちが悪い。東京新聞の一部は暴力を容認している、マスコミの発狂ぶりがいよいよ極まってきたなぁ。9月6日と9月22日にですね、しつこく警備人数と体制を官房長官から聞き出そうとして失敗してましたもんね、そういえば。これじゃテロできない、今回は見送りなんつって、見送りなのか、あるいは反対デモに張り付いて取材室から忙しいつって行けない。武道館に突入するって息巻いてるみたいですけども、反対デモ、どうせ欠席理由はこんな感じでしょう。東京新聞の欠席理由はなんか武道館に向かって抗議するらしいであります。どっかから歩ってきてね。あと国会前では集会する誰もいない国会の前で、まあまあ皇居挟んで反対側なんですけど、武道館、とはですね、東京新聞が呼ばれてたのか、呼ばれてもねえのに欠席しますんってドヤ顔しないから、呼ばれてたのかな。やるかもしんないな。呼ばれてないのに私は出ませんっつってドヤ顔して、やるかもしんないな、あいつらのことは。テレビ新聞には全部声かけたのかな。公平にね、来なくていいよ、もう安倍総理も喜ばねえよ、東京新聞来るっつってもさ、武道館に突入するって息巻いてるデモ隊はおとりの可能性ありますね。警備の目がそっち向いてる隙にこっそり無言で、やると、これのデモ隊もおとりだし、国会前に集まってギャーギャー言うのもおとり。こっちにはシーカズも来るみたいですけどもね。警察庁はですね、いい加減テロリストが犯行前に
大声出すっていう自分らにとっても都合いい思い込み設定をやめろって、山上見ろってもう黙ってやってんだからさ、なんでやる前にわーとかうーとか言わなきゃいけないんだって話。戦争阻止、武道館突入ってデモのビラに書いてありましたけれども、全然意味わかんないですね。国葬開催でなんで戦争になるのか全然わかんないですね。国葬に反対することがなんで戦争を阻止することになるのか全然わかんないですね、本当に。突入っていう暴力でもって戦争を阻止するっていうのも全然わかんないですね。やっぱり左翼が使ってる日本語は我々のとは違うんだなぁ。アメリカの一行はですね、自前の警備連れてくるでしょう。シークレットサービス、そいつらはですね容赦ねえけどね、接近するやつ問答無用で撃つからね。村二部の葬式で事件を起こすようなやつらむしろ撃ってほしい。日本人は許します。アメリカ人の警備が日本人接近していく日本人のテロリストを撃ち殺したとしても日本人としては許します。むしろどんどん撃ってほしい。日本人じゃねえかもしんねえしね。蓮舫、円安と物価高から日本経済、国民生活を救うためにアベノミクスの見直しが必要。じゃあどうすんの代案は、聞かれた蓮舫点点点というのがトースポに記事にされてしまいました。ネットの反応です。蓮舫に経済は難しすぎる。蓮舫に経済対策を、そりゃ無茶だろ。こいつが政策出してるの見たことない見たことない。批判だけじゃダメですか。もう往年の土井孝子と変わらん。反対するのが大変だ。蓮舫はもうツイッターやめえや。つぶやく前に無難な案すら用意していない無能。利上げしろと貯蓄もない底辺が騒ぐのが理解できん。まあね、貯金の利子、低いままだもんね。年間集めて 0.2% とかそういう目を疑うレベルですもんね。公共、通常不況不景気は洗濯機のハードと通常と手洗いモードのようなものであります。不況の時はゆっくり回ってんの、景気いい時は早く回ってんの。洗濯機の中には金が入っております。で、洗濯機がまあ世間と、日本と、アメリカにはアメリカの洗濯機があるし、EU はだいぶ混ぜられちゃったけど洗濯機があると。経常黒字、つまり貿易黒字、貿易赤字プラス、経常収支足してですね、まあ経常収支がですね、黒字の場合は洗濯機に外部から水が足されているようなもんですね。経常赤字は洗濯機から水漏れしている、富の流出が起こっているという状態であります。消費税はですね、水、イコール金の足に重しをつけるので、回転が遅くなって不況ってなります。金が重くなっちゃう。利下げは金の足を速くします。逆考えると分かりやすいんですけど、利上げするとお金手元に置いとけば置いとくほど利子がつくっていう状態で、出さなくなる、金を使いたくなくなるっていう。だから利下げは金の足を速くする、回転が速くなるっていう、不況対策ですね。利上げは金の足を遅くします。持ってれば利子つくかんね。回転が遅くなるっちゅうインフレ対策です。インフレとかバブルでめちゃくちゃ回転上がってんだこの洗濯機はっていう時に利上げ、まあ肯定部合の話ですからね。肯定部合、中日銀が銀行に金貸す利子、肯定部合。今言ってる利上げ利下げはそのことです。肯定部合を上げると金を持ってるだけで利子がつくから銀行金利も上がるしね、預金金利。金の足を遅くします。回転が遅くなります。欧米がロシアのせいでひどいインフレになってまして、それを抑制するために利上げ祭りを行っておる。金の足が遅くなる。ドルとユーロの足ね。ドルとユーロが高くなる。実質ゼロ金利を続けている円が
ドルとユーロに対して相対的に下がってる状態、決してあの日本の国力ジンバブエみたいに、が下がって円安になってるわけではありません。蓮舫が言ってる利上げしろはインフレ対策なんで、もう30年もデフレやってて、脱却しようって言ってる日本はまだ早い、って言ってもまあ理解できないんだろうな、理解しないんだろうな、あの人ら使ってる日本語我々と違うからな、利上げ継続、円安になる、国産品復活、外資が誘導される公共と、どういうことかっていうと、円安になるとですね、日本の土地とか日本の会社の株とかが相対的に安くなるから買うっていう、外国の金資本がそれを買うっていう、すると洗濯機に水が注ぎ込まれるじゃないですか。で円安になれば国産品復活ということは工場も建てられる、国内に雇用もできる、ということで回転が速くなる、で公共になる、加熱しすぎて、つまり洗濯機の回転がめちゃくちゃ速くなっちゃって、これじゃあ洗い物が傷んでしまうなぐらいのレベルになったらば、バブル状態になったらば利上げを考えるべきなんですけれども、バブルになった、利上げした、金の足が遅くなった、通貨高になった、ドルより利子高えな、円で持ってた方がな、なんていう外貨預金でドルを売って円を買う、違う、ドルで円を買うと円が高くなりますね。工場脱出、雇用減、外国に工場が逃げてしまう、国産品もダメになる、外国から買った方がなんぼが安いわっつって、通貨高円高ね、イコール不況と、民主党が1ドル78円ほっぽろがしといて、日本の産業を痛めつけたのはこれが狙いであります。つっても理解できないんだろうな、蓮舫にはな、この人政策出してんの見たことないって言われちゃってるしな。通貨安でジンバブエ経済が死んだじゃないか、って言いますけど、あそこは経済がまず死んだんですよ。製造技術や販路を持ってた外国資本をですね、全部追い出したんね。ムガベ大統領だっけかな、独裁者。100年ほど文明が後退してしまった。だから通貨安になったって話。外貨による、雇用も失ったしね、工場も次々なくなっちゃったし、って言っても理解できないんだろうな。悪い円安とかおかしなこと言ってる経済学者いっぱいいますよ。紫頭を筆頭にね、こういうこと分かってると、あ、こいつ嘘ついてんのってすぐ分かるんですけど、 TBS 防衛省は先ほど北朝鮮が飛翔体を発射したと発表しました。日テレ防衛省によりますと、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたということです。どちらもですね、一行報道、ずいぶんあっさりと。TBS は未だに飛翔体とか言ってるのがミサイルって言いたくなくて、防衛省が情報を絞ったんだが、両局が報道するの嫌だったのか、テレビマンどもが祖国北朝鮮に対する日本人の嫌悪感が今以上に増すのが嫌で、軽くさらっと報道したのか、ネットの反応です。生きとったんか、我最近影薄いぞ、何やってんだよ、日曜の朝っぱらから迷惑だ、そろそろ構ってほしくなる頃かは忘れないでくださいロシアが核兵器で恫喝始めたから対抗してんのかな、今構ってらんねんだわ、ロシア見てるとぬるーく感じる。思考が合理的でない独裁国家のやることに目的や理由を見出す意味がないんですけれども、困難だし、使用期限が迫ってる、ミサイルねとか、誰かの誕生日とか、完全に北の内部事情かもしれんし、まあ勝手にやってるって感じですね。ロシアの侵略開始でロシア海軍が笑い者のオンボロ船を日本周辺に繰り出して威嚇のつもりしてることと連動してんだろうかね。ロシアの命令で日本を牽制するためにミサイル撃てって命令来たんだか、そんなことは全然こっちはする気ねえのに、北方領土攻め込まれて取り返されるって、妙に恐れてるロシア、
ですからね、日本を牽制しとけミサイルって北朝鮮がはいっつって言ったかもしれないね、関係あるかもしれないニュースなんですけれども、海上海保、大型無人機シーガーディアンを八戸を拠点に10月から運用開始だそうであります。ネットの話です。海保が導入って何気にすごい。八戸か、ロシアと北朝鮮の牽制だろうな。韓国北朝鮮の瀬取り監視が主任務だろうな。武器積んでなくても写真撮って米軍に報告すればお仕事終わり。離島拠点に全国展開早う。俺はホームガーディアンだ。自宅警備員っていうやつですか。それだったらハウスガーディアンじゃないのかな。どっちが正しいのかな。ホームガーディアン、ハウスガーディアン、ガーディアン、どっちが正しいのかな。それただの引きこもりじゃないかな。導入の準備を開始したのが2年前って記事にありますんで、ロシア発狂は導入理由じゃありませんね。日本政府、フッ化水素の韓国輸出の優遇措置を中止した途端にイランの核開発がぴったり止まりました。フッ化水素の流れなんですけど、日本企業、韓国企業、韓国海軍、海上で北朝鮮、北朝鮮からロシア経由でイラン、2018年12月に起きた韓国海軍による自衛隊哨戒機に対する照準レーダーロックオン事件は、まさに韓国海軍による北朝鮮への不可水素横流し現場だったっていう噂あります。これは当時から言われておりました。韓国政府にとってはですね、何が何でも自衛隊機を追っ払わないといけない状況だったって言われてます。そんな状況ってこれぐらいしかねえって断言する人もおりました。これが起きてから導入を決めたんでしょうね。海保が無人機、無人機はアメリカ製で米国も見張ることを承諾、つーか米国がやってよって言ったのかもしれないですね。運用開始は10月19日からだそうで、なんかそれにイライラしてミサイル撃っちゃったのかな、北朝鮮はな。合理的な判断できない独裁国家が何やろうとこっちも理解できないんですけどね。というわけで、どういうわけなんだか、10月2日渋谷で NHK スクランブルでもやります。集合は1時半であります。メール党員さん、日本は超固体買ってください。もうすぐ紙の方もできます。地区支部長も大募集であります。我こそはと思う方は動画説明欄もっと見るをクリックして、そこからご応募ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。